はい、こんにちは。今回はですね、夜の清流に架かる橋ですね。橋の光に集まる生き物たち、バーチャル昆虫採集みたいな感じで、軽く見ていきたいと思います。基本的にはですね、LED の街灯より水銀灯の光の方が虫が集まってますね。カエルの声が聞こえますね。川沿いに橋をね、どんどん見ていけばですね、どっかには虫が集まる橋があると思いますね。はい、こういう形でね、頭が大きくて目も大きいんですけれども、これはね、こういうタイプはだいたいスズメガの可能性が高いですね。はい、これは毒ガですね。毒ガもね、この間は白いキアシ毒ガを紹介したんですけれども、黄色とかね、茶色の毒ガは毒があるんで、直接触らなくてもですね、毛が飛んだだけでそれがね、痛かったり痒かったりする場合があるんで、近寄らないことですね。アリを食べたのかわからないですけど、多分食べ過ぎですね。電灯の上の方ではすごい数の羽アリが飛んでました。橋の始まりと終わりあたりには、橋の名前とか川の名前とか、あとはいつ作ったとかですね、そういったことが記録してありますんで、後々のために一応写真とか撮っておくといいと思いますね。カエルの声が聞こえなくなって、カジカガエルの声が聞こえるようになってきましたね。かなり高い声でコロコロ鳴いてるのはカジカガエルですね。いましたね。平田クワガタです。これはね、大型ではないですね。なかなかでも強い感じです。ちょっとね、ここだと引かれるんで、少し端に寄せときましょう。はい、この辺ならね、乾燥もしないし、土に隠れることもできますんで、なんとかなるんじゃないでしょうか。はい。あら、降りませんね。はい。光に集まってくるクワガタはですね、だいたい明かりの周りでぐるぐる飛んでですね、だいぶ疲れてから下に落ちてるんで、乾いたりとかね、疲れたりしてる場合が多いですね。なのでね、昆虫ゼリーのようなものをね、持って行って取った先から餌を与えるような感じにしておくと、クワガタなんかは早く回復していいと思いますね。はい、カジカガエルの声がこれかなと思って見ていると、もしかしたらホタルの光も入っているかもしれません。簡単ですけれども、バーチャル昆虫採集みたいな感じでやってみました。はい、ありがとうございました。